初代プレイステーションの SDK 意識ソフトウェア開発キットは一般に特定のソフトウェアパッケージ、ソフトウェアフレームワーク、ハードウェアプラットフォーム、コンピュータシステム、オペレーティングシステム、ゲーム機などのためのアプリケーションを作成するためにソフトウェア技術者が使用する開発ツールのセットを意味する。ソフトウェア開発キットは API として 特定のプログラミング言語用のインターフェースを定義したファイル群という形式のような簡単なものである場合もあるし何らかの組み込みシステムと通信するための特殊なハードウェアやプロトコル仕様を含む場合もある一般的なツールとしてはコンパイラやリンカデバッカその他のユーティリティソフトウェアなどのツール類が含まれる SDK が統合開発環境にバンドルされていることもある SDK にはサンプルコードやサポートのための技術ノートなどの何らかの文書が含まれていることが多い。ソフトウェア技術者は一般に開発対象としているシステムの開発者から SDK を受け取る。SDK を直接インターネットからダウンロードすることも多い。開発者がそのシステムやプログラミング言語を使うことを促進するため SDK は無料で配布されることが多い。 時には SDK がマーケティングのツールとして利用されることもある。例えば、ある製品上で動作するプログラムを開発して販売したいと考える人々は、プログラムを開発、テストするために対象製品を買うことになるが、対応する SDK が無料で配布されていれば、製品購入のハードルが下がる可能性が高くなる。SDK は何らかのライセンスが設定されており、 そのライセンスと非互換なライセンスでソフトウェアを開発しようとした場合に困った事態が発生する。例えば、プロプライエタリな SDK はフリーソフトウェアの開発には不適である。また、GPL の SDK はプロプライエタリなソフトウェア開発に向かない可能性がある。LGPL の SDK は一般にプロプライエタリな開発でも安全と言える。 オペレーティングシステムへのアドオン形式の SDK は、アドオンソフトウェア自身を含んでいることがある。少なくとも立ち上げ時点で、システム構成を OS に問い合わせて、アドオンの有無を調べるようなアプリケーションを作成することも可能であり、そうすると興味深い状況が発生する。通常であれば、アドオンがなければ実行が失敗するだけだが、アドオンなしでも機能を限定してある。 程度動作するようなアプリケーションを一つのバイナーリで作成することは不可能ではない。すなわち、アドオンをインストールしていないシステム上で、そのアドオンの SDK を使ったアプリケーションが動作しているわけであり、ライセンス上の扱いが焦点になる。特定のシステムやサブシステムのための SDK 提供者は、ソフトウェアという用語の代わりに別の用語を使用することもある。例えば、 フォームソースはパーム OS 開発キットを提供している。マイクロソフトは以前デバイスドライバー開発のための SDK をドライバーデベロップメントキットという名称で提供していたが、これは後に Windows ドライバーキットに置き換えられた。Apple はユーザー空間で動作するデバイスドライバー開発のためにシステムエクステンションとドライバーキットを用意している。上位レベルのウィジェットツールキットや アプリケーションフレームワークは一般的に各プラットフォーム用の SDK に用意されているカイレベルの API を利用して実装される。これらは通例、SDK には分類されないが公式にサポートされる上位レベル API として SDK の中に含まれていることもある。ありがとうございます。